ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズラーより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズラーのツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ718ボクスター2020年式6300キロ、こちらの車両になります。またすごいのを知れましたね。はい、はい、最近なんか私がオープンカー付いてるという噂が、はい、最近個人的に乗りたいなという車をなんかちょっと思い入れがあって仕入れちゃう、はい、乗りたい車を仕入れる。そしてもう立て続けのオープンカーということ で、ね、まあ、季節的にもぴったりかなという、はい、そしてちょっとこれから掘り下げていきますけど、はい、車がすごい、はい、どうしたんですかこれは。まずはこのボディから、アベンチュリングリーン、はい、これ結構少ないですよね。レアじゃないですかね。ですよ。ただなんかいろいろ読み聞き見聞きするとヨーロッパとかアメリカじゃぼちぼち人気のあるカラーだと。あー、確かにちょっと海外っぽいというか、うん、そういう雰囲気ありますね、うん、またこのポルシェのこの何ですかデザインにこの緑ってめっちゃ合ってますよね、うん、パッと見グレーなんだけどやっぱりこう光の加減ではちゃんとグリーンに発色してるっていう、まあ、鮮やかなあの GT 系の鮮やかなグリーンもいいんですけど、うん、ちょっとこの渋めのグリーンが、まあ、ストリートにぴったりかなと。このあと内装とのこの、そうですね、絶妙というかバランスすごい組み合わせ、はい、新車の時これをよくオーダーしたなって僕ちょっと思っちゃいました。コンフィギでこうよくこれ選んでこれ選んでみたいなね。だからあのこれ乗ってたお客様直接お話ししてるんですけど、あ、そうなんですか、よくこの組み合わせで買いましたね、いや結構気に入っちゃってなその前には早速手放しちゃったっていう、ちょっと個性的な1台なんですけれども、はい、でポルシェといえばオプションですから、ちょっと今回オプションどんなのがついてるか、はい、やっぱりこう写真とかだけだとちょっと伝えきれないじゃないですか。そうだね、はい、なんでその辺をちょっと今回動画でお伝えしたいと思います、はい、でまずエクステリアのオプション的には、まあ、基本的にはバンパーだったり標準で、はい、ヘッドライトが標準になってるんですかね、うん、まあ、流行りは LED でしょうけど、まあ、既成のタイプというか、でももちろんその LED の, その上の方がいいっていうのは分かるんですけど、はい、もう今もうベースのヘッドライトも性能的には十分じゃないですか。十分、はい、もう例えば先代のミニみたいにちょっとハロゲンだともう全然見えないんだよとかないんで、まあ、この辺はまあ好みあると思いますけど、まあ、十分先代のミニキセノンでも見えなかったけどちょっとその辺もありますけど、もうこの辺までくれば、はいはい、まあ、もうついてたらありがたいですけど、まあ、ついてなくてもいいんじゃないかな、はい、そして横を早速いっちゃいましょうか。横これ高いんですよね。そうですね、オプションのホイールカデラ S の20インチ、これ僕コンフィギでいろいろ見たんですけど、これこのデザインでもいろいろフィニッシュがあるんですね、うん、グロスのブラックにしたりとか、まあ、標準はシルバーだったりとか、確か40万円ぐらいのオプションですよね。これはカラーのクレストもオプションセットです。セットか、はい、オプションのこのホイールにするとこのセンターキャップカラークレストも標準でついてくる、はい、あとは今回距離が極薄なんでタイヤもバリ山です ね, ですね、はい、タイヤの年式も19年34周、もう十分このまま乗っていただけるんじゃないでしょうか、はい、あと僕ポルシェ好きなのはもう今回ベースグレードじゃないですか、なんかブレーキのあの差別があんまりないですよね。うん、もうベースでもしっかりこのドリルドの対向のキャリパーついてくるじゃないですか。そうですね、結構普通の車のそのグレードってやっぱりこう上のグレードに行かないと対向キャリパーにならなかったりとか、そうだ、ね、ドリルドの段にならなかったりとかするじゃないですか、はい、ポルシェの場合はそこの差別あんまりないじゃないですか。昔からこうちゃんと止まれるっていう基本理念はやっぱりずっとこうどのモデルでも受け継がれてるというか、だからブレーキには手抜かないみたいなメーカーですよね、はい、だから本当にベースグレードの良さがありますよね、うん、そしてキャリパーなんかは黒い、はい、キャリパーになっております。そして横行きましょうか。横も基本的にはそのまんますか。そうですね、はい、特にオプションとかは、あれオプション何があるんだ、横は横は特にないですよね。そうね、ここを同色になってたりとかっていうのはありますけど、これは素地のまんまですね。この辺なんかがオプションであるんですけど、今回の場合は素地のパーツになっております。だとリアも同様にこちらのホイール、だリアもしっかりドリルドの対向キャリパー、うんうん、なかなかベースでこのブレーキっていう車もそうないですよね。だと足回りなんかが結構911と違うんですけども、ちょっとその辺なんかはしっかり乗ってみたいと思います。この辺やっぱりポルシェですよね。であとはちょっとこの内装で紹介しますけど、このホロの色がブラウンいいですね、はい、この茶色と緑の組み合わせ、そうするとこうこのボディカラーでこのホロでこの内装っていうのがこう
ちょうどつながるっていうか、パンパンとこうその間を取ってるような感じでいいです。ボクスターって結構その組み立て方難しくないですか、うん、真逆の色にしちゃうのか、そうね、しかも3色あるじゃないですか、屋根と内装とボディと、それをこう関連付けた色にするのか、うん、それとも全く別の色にするのか、全くこれ別の色なんだけどうまくつながってる。そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっと中間色でこうグラデーションじゃないですけど、ちゃんとこのボルドーからブラウンになってグリーンになるっていう、うん、この辺ちょっとこうなかなか選べないなっていう、相当大人なチョイスね、はい、こんなエクステリアになってて、であとリアはこの辺がオプションですよね、ユナイチャーチのエンブレムが同色で、これエンブレムいろいろあるんですよ ね、 そうね、あのレスにしたりとか、はいはい、黒くしたりとか、これよく見るとこう同色なんですね、同色という、はい、でこっちは標準なんですね、標準というか、ね、触らずなんです、ね、はい、この辺もちょっとマニアックなチョイス であとはテールパイプなんかもブラックロームですかね、黒くなって、これはオプションですよね、だったと思いますね。あの今回あの今回っていうか毎回そうなんですけど、ポルシェ紹介するたびにコンフィグで一回確認するじゃないですか膨大な量なんですよ、うん、頭痛くなりますよね。だちょっとその辺はこの中古車買うところで重要な部分なんで、ね、はい、いやポルシェのコンフィグ本当大変、大変ですよね、本当 BM とかのこういかに少ないかが分かりますよね、うん、もう BM のトップグレードとかって本当にサンルーフあるないとか、うん、内装ちょっとちょろちょろぐらいじゃないですか、もうポルシェはもう全部組み立ててる感じなんで、できる限り細かくお伝えしたいと思いますね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装これまたすごいじゃないですか、はい、内装がこのボルドー一色の、うん、結構コンビのやつとかもありますけど、そうだね、今回のは一色、そしてレザーインテリアついてるんで、うん、まずドアとかが豪華です、総革張りという、はい、これやっぱり全然違いますよね、うん、入ってるのと入ってないのと、でも今回はステッチも同色なんで、もうインパクトが、はい、だから乗り込んだ時の何ていうんですか、こう包まれてる感、うん、すごいですよね、で色も絶妙に派手すぎない、そして重要な電動角のついております、はい、まあ、日本の駐車環境だとそうですね、あると便利かなという、はいはい、でサウンドシステムなんかは今回標準のもの、標準のものですね、なっております、はい、であとはシート、シートも今回これ標準なんですね、標準です、2ウェイか14ウェイか、はい、もしくはスポーツシート、まあ、でこの辺はどうですか、いや十分じゃないですか、うん、14ウェイっているのいや僕月村さんだったら絶対そう言うと思いました、はい、もう手動でさささだろっていう、はい、そうね、こうささっと動かしたい、まあ、完璧にフィットさせるんだったら、まあ、いっぱい動くに越したことはないですけど、まあ、じゃあ2ウェイダメかっていうと、まあ、そんなことも、うん、はい、特に僕と月村さんこうミニで免疫あるじゃないですかそうね、だからその辺別にいいのかなっていう、うん、そしてあとはステアリングがスポーツステアなんですかね、ステアリングで、これがオプションですね、ちょっとこのネジがついてるやつになってる、はい、あとはちょっと重要な問題が発生していますか、うん、はい、スポーツクロノ問題、これはどうですか、中にはポルシェの性能をちゃんと引き出すっていう意味ではそういうオプションはちゃんとつけといた方がいいっていう人もいて、まあ確かになって一理もあるし、まあなきゃなくてもいいっていう、あと今回の車ポイントとしてはエアコンが、はい、マニュアルエアコンなんです、ね、マニュアルエアコンですね、これ、はい、あの正直いいですか、ちょっとどうなのかなと思っちゃいました、うん、私は、まあ、自分が乗ってる車オートエアコンなんですけど、まずオートのまんま使ったことはないんでしょう、ちょっとこう風量下げたり上げたり温度いじったりでモードあちょっともう下からちょっと出したいなとかっていじっちゃうんで、オートをオートのまんま使ったことはない人間なのでマニュアルで十分です。あのその話を聞いたときに、はい、こう冷静にこう自分を振り返ったら、確かにオートエアコンついてる車でもこうマニュアルみたいな使い方を全開にしたりとか、うん、はい、しちゃうなっていうふうには僕は思いました。だ今回のお車はこれシートヒーターもついてるじゃないです か、うん、だから最初こう順番逆かなと思ったんですよ、いやシートヒーターつける前にオートエアコンでしょと思ったんですけど、ただオープンなんで快適性を求めるとこうオートエアコンの前に結局風が出ても屋根開けたら、はい、風が出ていっちゃうじゃないですか、やっぱシートヒーターっていう選択でありな、ありというか正解なのかなって、ありだと。今回の車もうつければもちろんそのつけたに越したことはないですけど、はい、ちゃんとなんかこう的確に
必要なものだけチョイスされてる車だなっていうふうに感じました。逆にオートエアコンはついてるけどシートヒーターついてなかったら、確かに確かに、でしょ、そうですね、ボクスターでそれだとちょっと快適性はダウンしちゃうかもしれないですね、なので組み合わせとしては、まあ、最低必要なところをうまくちゃんとクリアしてると思いますよね、はい、そんな仕様になってた苦しい苦しくないです、苦しくないです、はいはい、大丈夫です、取り繕ってないです、はい、私はマニュアルエアコン派なので、もうちょっと古い人間なので、はい、そんな仕様になっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。僕好きなのがポルシェのシートってめっちゃ座りやすくないですか、なんかこう背中押されてる感もないし、こうタイトさもないじゃないですか、標準のやつって見た感じそんなにこうゆったりはしてないけどこう別に狭苦しくはないし、程よくちゃんとホールドされてる感じが、そうなんです、ちゃんとお尻と背中が沈み込むんで、このサイドサポートとか低いんですけど、割とこうホールドされるというか、そして内装はこんな感じです。ステアリング、まあスポクロがない分ちょっとシンプルですけど、はい、かなりいいんじゃないでしょうか。クルーズコントロールの類もついてないです。あ、なるほど、はい、じゃあもう本当にこうなんか車と一緒になって走りを楽しむ、はい、快適とかそういうものはできるだけ削ぎ落として、それで思ったのがこの車、まあ燃費とかそういう環境性の云々の関係でアイドリングストップがついてるんだけど、はい、マニュアル車でアイドリングストップついてるとちょっとびっくりする機会が多くて、わかりますえっつってクラッチうまくつなげなかったのかなとか、確かに変なとこでバンって止まるんで、はい、えっって思うことが多いので、アイドリングストップは私いらない派です。なるほど、僕もいらない派です、はい、乗ったら必ずオフにしてしまいます、はい、そして先ほどちょっと話に出てきましたけど、今回の車マニュアルってことで最高です、はいはい、もう選べなくなってきてますからね、うん、でもマニュアルの方が昔燃費が良かったりとか、うん、はい、金額が安かったりとかしたじゃないですか、ね、ただもう今逆転してますからね、完全に、うん、性能も燃費もそうだし、まあ、車によってはそのマニュアル選ぶと有料みたい、有料というかその金額プラスですよなんていうのもありますから、はいはい、この辺はかなりポイント高いんじゃないでしょうか。そして先ほど触れてたエアコン関係はこんな感じです。シートヒーターがついててマニュアルエアコンで、1点だけ強いて言うならば、うん、これモノクロの表示じゃないですか、うんうん、ここだけちょっと赤と青の表示にしてほしかったなっていうのは思います、ね、これ分かりづらくないですか。そうそう、確かにそう、風量を調整してるのか温度を調整してるのか、そうなんですよ、慣れないとね、デザイン一緒だし、うん、色のその直感的な違いもないんで、ここだけはちょっと、ただまあこの辺は慣れで十分対応できるところじゃないかなっていう、まあね、ただ確かにこうカラー、そこはカラーでしてほしかったですよね、うん、そしてメディア関係はこんな感じで、ラジオとジュークボックス、ブルートゥースで、ナビはこんな感じで割と使えるというか、はい、まあ、年式も2020年ですし、はい、そうですね、データも新しいですし、はい、ポルシェのナビは割と使える感じじゃないでしょうか。そしてこの辺、はい、モード切り替えとで、あとはウィングの出し入れ、はい、あとマフラーで、あと問題のアイドリングストップ、はい、こんな感じでついております、はい、そして灰皿なしのセンターコンソールがこんな感じになっております。そしてどこ触れましょうか。壊れ、はい、意外に壊れやすい。え、壊れやすいんですかこれ。意外に壊れやすい。あ、そうなんですか。どうなっちゃうんですか。この辺がこうヒンジがバカになったりとか、ここが欠けちゃったりとか。なるほど、うん、まあ、ちょっと構造的にもちょっとこう、うん、頼りないというか、うん、はい、大丈夫かなって感じしますけど、じゃあこの辺は丁寧に使った方がいいですね。そうですね。なるほど、まあ、唯一のドリンクホルダーですから、はい、こんな感じになっております。あとは今回の車はレーダー探知機が、はい、もうすでについております。これユピテルのものですかね、はい、こんな感じになっております。あ、ドライブレコーダーとセットの、はい、レーダー探知機ですね、はい、こんなのがついております。じゃあ続いて後ろのトランクを見てみたいと思います。これは結構実用性が僕ポルシェの中でもあるんじゃないかなと。ミッドシップなんで前と後ろに収納がちゃんと用意されているので、さすがにちょっと長物は難しいですけどね、うん、だから結構バッグとか、はい、まあ、着てるものだったりコートだったりその辺は十分入るんじゃないかなと。で、この辺が足回りのアップアンドゴーですかね。であと一応クーラントとオイルがメンテができるようになっている。で、深さ的にはちょうど僕の肘ぐらいでしょうか、うん、
20センチ、25センチぐらい、はい、こんな感じになっております。じゃあボンネット側の、ごめんなさい、じゃあフロントのトランクも見てみたいと思います。よいしょ、こんな感じでフロントの方が圧倒的に深いですよね、はい、だ結構高さのあるものなんかもいけるんじゃないかな、ね、じゃあスターバックとかなんかも入れられるので、なるほど、割とだからこの車この形にしては実用性はあるんじゃないか、こんな感じのボンネットになっています、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。続いてルーフの開閉をちょっと見てみたいと思います。お願いします。音はこれは、うん、新しいものとして受け入れないとダメですよね。そうだね。なんかこのドコドコサウンドのなんかその原因というか、うん、なんか不当庁の駅前にでこうなってるんですよね、うん、昔のレガシー乗りのツッキーとしてはこのサウンドはありです。あ、だから結構そのちょっと待ってくださいな、これなんで、あ、帰ってきた、大丈夫です。だ結構その718の音を検索すると、うん、ボクサーサウンド、うん、スバルの人が書いてるブログとか記事とかがヒットするっていう、うんうんうん、だからなんかこの不当庁の駅前にもあるらしいですよね。結局ターボ化してそのターボを寄せて、うん、不当庁になってるみたいですよ。盗聴にできない結果的に不当庁らしいです、うん、だからなんか盗聴こそ正義みたいな空気あるじゃないですか、うんうん、けどね、もう最近なんかそんなこともなくてわざとこう排気干渉を起こして、うん、ちょっと他のその排気を引っ張るじゃないけど、うん、そういう考えもあるらしいですよ。なるほどね。そうすると全部が全部音もそれっぽくなってくる。そうっす。だ全部が全部その不当庁が悪っていうわけじゃないらしいですよ。ちゃんと設計された不当庁だったら逆にその性能が伸びることもある、うん、だって知ってます、あの BRZ とか86あるじゃないですか、はいはいはい、あれわざと不当庁にするキットがあるらしいですよ。まあ、それが性能のためなのかそのドコドコサウンドを求めてるのか分かんないですけど、ただちょっと初めて聞いた時はびっくりしました、うん。レガシーなんかもね、それで盗聴にして音なくなっちゃって、あの音が好きだった人はだいぶブーイング出したけど、言われてましたね。でも盗聴こそみたいなところでね、こっちが正しいんですみたいなメーカーのあれだったけど、確かにスバルもある時期から盗聴になりましたからね。だから音がガラッと変わりましたよね、うん。4発になってターボになったこれがどうなのかっていう。ただ馬力はえぐいぐらい上がってますからね。そうね、だってベースで300ですよ、うん、頭おかしいですよ、ね、
全然ベースじゃないっていう。ちょっと乗り出しがちょっと細い、はい、なんかトリコ細いんで、ちょっとアクセル少しなんか気持ち煽っとかないとうまくつながんないなみたいなのあるんだけど。確かに。ただ乗り出しちゃって、あとは回した時だよね、4発でも。なんか回すと、僕そのレビュー見たら、プロの人の、うん、なんか回すとなんか往年のなんか空冷時代のなんか片鱗を感じるみたいな、うん、本当かなとか思っちゃったんですけど。マニュアルいいよね。そして乗り心地いいですね。マニュアル最高です。そして乗り心地がいい、うん、割とこのタイヤでも全然スポーティーじゃない。剛性の良さは感じる、ね、そうですね。屋根開きの車な感じしないですよね、うん、最高です。そしてブレーキめっちゃ効きます、うん、で6速バックが一番こっちですよね、ね、はい、いやもう夏最高っすね。そうだね。オープンカー変えましょう。オープンカー個人的に探しています。でもそのでボックスター結構いいんじゃないですか、うん、狙いたいけど自分の懐だとまだ届きません。いやでもあんまり最近リセールのこと言わないようにしてるんですけど、屋根開きって全般こうリセールいいじゃないですか。そうだね、うん、普通のクーペとかハッチバックに比べて、うんうん、その辺の魅力もありますよね。だってもういくらでかい車買っても、いくらサンルーフがでかい車買ってもこの開放感には勝てないですもん。勝てないね、こんなよ。そしてこういう車だったらやっぱり内装黒じゃなくてちょっと明るめだったりとか、うん、そうだね。オープンカーは内装も、はい、もうエクステリアみたいなもんだからね。そうですね、はい、こういう色を選んでおきたいですよ、うん。で閉じたらこの茶色と緑でかっこいいわけじゃないですか。いやでも相当いいねこの車。ちょっと個性的だから、うん、そこ刺さる人限定かもしれないですけど、うん、いいっすよ。でまたポルシェって、ボクスターってなんかどんどんかっこよくなっていってますね、うんうん、出た時はね。そうなんですよ。本当にあの初期型乗ってる方に本当に申し訳ないですけど、僕的にはちょっと初期型のはあんまり刺さんなかったんですよ、うん、あーっていう感じだったんですよ。あの996のあの涙目の、そうです、あの顔のね、うん、あのライトも物議かもしましたから、ね、うん、で 横のなんかシルエットも分かります。ケーマンもそうですよね、うん、だから年々かっこよくなってますよね、うん。7インチ走ってもめっちゃかっこいいんですよね、このリアのこの斜め45度ぐらいからか、わかります？屋根開けても閉めても、うん、なんかちゃんとルーフのラインというか、あのソフトトップのラインとちゃんと繋がってて、うん、取っ手つけた感あんまりないし、そして乗った感じはさす、もうごくごく低回転はさすがにちょっとそのクラッチもうちょっと回転上げた方がいいかなっていう気はしますけど、うんうんうん、乗り出しちゃえば全然別にトルクが細いとか全然そんなの感じないです。でポルシェって、はい、ミニにも似てて、はい、そのグレードの、はい、ヒエラルキーがないっていうか。ああそうですね、うん、S 買えなかったからベース買ったんでしょとか、 GTS 買えなかったから S 買ったんでしょとかない。もうベースはベースで、いやこれ楽しいじゃんって思いながら、こう別に引け目負い目なしで乗れるっていう、うん、確かにそれありますね、うん、だってこう GT がこう王者として君臨してるかと思ってたんです、うん、僕、うん、そしたらそうじゃないんですね、うん、なんかもう昔から乗ってる人とかって GT のグレードが出たのって、まあ、最近でもないですけどその途中からじゃないですか、うん、だからもうそこじゃなくてターボとか NA のその一番上のが一番いいよねっていう祖母が結構いるっていう、うん、確かにそう言われるともう全然ベースでもこう消えるわけないんですよ、うん、ベースはベースの良さが一番ありますね、うん、
ボクスターだからって別に彼らの、ね、オープンとはまた別だし、ねね、普通値段はねだいぶ違うけど、ね、かといって別に恥ずかしいとかそんなのも一切ないし、確かに、うん、普通の車で感覚で言うとちょっと寂しさ感じちゃいますけどね、うん、ベースグレードって、うん、そして本当にオープンカーなのにこの剛性接地感、さすがです。ただ気持ちよく走りたいのに渋滞なんです。そうだねしばしそうっすね。 あとはちょっとクラッチはどうなんだろうな、絶妙なとこです、うん、軽くもないし重くもない。そしてアイドリングストップはあの精神衛生上良くないです、やっぱりマニュアルだと特に。そうだよね、はい、あれってなるもんね。なります、一瞬焦るよね、はい、あの地球環境を考える優しい方だけ使っていただいて。そうだね、はい、ちょっと僕みたいなあの心臓が弱い人間はちょっとオフにさせていただいて。またアイドリングストップがまたちょっと見直されてきてるもんね、あの国産のメーカーなんかだと。あ、そうなんですか、うん、だえアイドリングストップが正義っていうのからまたちょっと変わってきてる、ね、確かに、うん、結局クランキングの時が一番そのエンジン負担かかるんですよね。でその負担をかけないようなシステムでアイドリングストップくっつけてきたけど、でももう今そこまでしなくても十分環境性能耐えうるっていうので、わざわざアイドリングストップでエンジンに負担かけなくても十分じゃねえかみたいな。なのでまたもしかしたらアイドリングストップ自体はなくなってるかもしれないですね。あとこのぐらいだとその停車時間が短いんで、うん、あんまりそのアイドリングストップの恩恵受けられなくないですか、うん、もうちょっと停車時間が長ければあれですけど、ね、ちょうど今速度が低いんで、うん、気持ちいい音が聞こえるかなっていうぐらいでスピードが出せなくなっちゃうという、うん、そしてブレーキは相変わらずめっちゃ効きます、うん、やっぱりブレーキちょっとプアだと飛ばせないし、うん、安心できないですよね、うん、このあたりはもうポルシェは本当そうしっかりと考えてる。あとブレーキもなんかこうなんていうんですか、前のめりの感じしなくないですか、うん、ポルシェのブレーキってちゃんと四輪全体こう沈み込むようにブレーキしますよね、うんうん、かっこいいんだ。これこそあれですね、ガラス張りのとことか止まったら。そうだね、見ちゃうね俺の車っつって。まあ商品車なんですけど。いやこのシフトのこの正確に入る感じ、うん、だからこれもちょっと固めっすよね、うんうんうん、そうね、うん、普通の車だともうちょっとこう柔らかかったりしますけど、うん、コクってこう入ってる感じだね。そしてストロークも割と短い、しっかり入る感じ。コンフィギで頼んでみたいです。いやでも本当にめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、ここだってレザーにするとかしないとか。そうだね、うん、あるんですよね、そういうとこもね。だからこう新車で頼むのもポルシェ大変だし、うん、中古で買うのも大変くないですか、うん、そうだね、あれついてなきゃやだ、これついてるといいとかって言い出してると本当切りないからね。でまたその中古車情報サイト載せますけど全部載せられないじゃないですか、うん、で本当になんかもう僕もカーセンとかよく見ますけど、うん、間違い探しですもんね。あれこれ写真これ写ってるやつこれかなみたいな、ついてるかなついてないかなみたいな。だからポルシェのああいう販売の仕方が、はい、やらしいと見るか、まあ、合理的と見るか、うんうん、そうですね、うん、ユーザーに余計な出費をさせない、そうね、
メルセデスとかで DM なんかもう本当にフルフルで、そうですね、もう日本車のフル装備張りにね最初からついてて、あとは基本的にパッケージですもんね、うん、パッケージ選ぶとこれがまとめてついてきますみたいな。だから日本人は、日本車に慣れてる日本人はああいう車の方がこう親切で、確かに、うん、ちゃんとこう、あ、やっぱり高級車なんだねって確かにいう感じになるんだけどね。ポルシェなんか、ってシート手動なのなんてあんな高い車なのにっていうね。いやいや、実際こうシャシーとボディとエンジンとところにお金かかってる車 で、あとはお客さんの必要なものをつけてってください。でまだこう本当に必要かどうかってこう時々分かんなくなりません、うん、まあ、なきゃないでまあ別にいいんだけどって、けどいい方を見せられちゃうと、そうなんだよねそこよね、はい、だスポクロも本当にこう圧倒的にやった方がいいでしょっていう人が多分世の中的に多いと思うんですよ、うん、で冷静に考えた時にスポクロあって何かしますか、使えますか、うん、って言われるとっていう人多分結構いるんじゃないかなって、うん、僕もだから走りの車つけない方がずっと圧倒的にいいでしょうか、かっこいいでしょうって話を聞いて、まあ、確かにそうだなと思って、うん、GT 系のグレードの車とか、うん、はい、走る車だったらなくていい。981からのこのまとめてやってきたじゃないですか、うんうん、はい、6気筒から4気筒ダウンサイジング、しかもターボ化っていう、うん、普通だったらこう段階を踏んで、うん、まずターボつけるとかまずダウンサイジングするとかまとめてやってきたんで結構衝撃がでかかったんですけど、じゃあちょっと点で内チャージ試乗させてもらったんですけど、うん、そんなにこうプワーってしないんですよ、うんうん、はい、これやっぱりちょっと峠とかワインディングで進化を発揮しますね、うんうん、めっちゃ気持ちいい。で4気筒ターボだからなんか回さないと全然かなと思ったら、うん、ちゃんと下からありますね、やっぱりその辺はこうシーケンシャルのターボで、そうだからね、ちゃんと下から効いてる、うん、なので、はい、ちゃんとそこら辺はアシストしてくれてる、ね、そうですね。いやもっとターボターボのあのちょっとこうドッカンじゃないけど、ああ極端なパワーの出方かなと思ったら、うん、意外に、うわー3500ぐらいからめっちゃ気持ちよくなりますね、うん、あとそのぐらいから下のそのドコドコサウンドをどう受け取るかじゃないですか、うん、そうね。今ちなみにバルブは開いてる感じですね。うわー、ちょっと箱に行きましょう。運転下手っぴだけどちょっと峠にしたい。そうね、はい、気持ちよく走りたい。1台は持っておきたいオープンカーですよ。最高だ。なんかこのバイクのようなこの何ですか、走ってる感と、うん、なんすかね、屋根が開くだけで急になんか車との一体感アップしません？そうだね。なんかこの車を自分が乗ってる、操縦してる、うん、運転してるっていう感じめっちゃアップしますよね。気持ちいい。ちょっとドライバー交代します。お、いやちょっとこの気持ちよさを
一人でも多くの方に届けたいです僕は。そうだね、本当この車は、はい、目に優しいです。うわっていうか、おい、運転に集中しすぎて、うん、あんまり気にしてなかったですけど、風の巻き込み少ないですね。そうだね、本当に少しこの辺リフレクターも結構効いてるのかもしれないね、はい、めっちゃ少ない。髪の毛バサバサになる感じではないですね、全然少ない。だからもっと走らせられる感じじゃないですか。気持ちいい。気持ちいいね。いいっすよね。いや、うん、これだけ無言で流してこう乗ってる気分になってほしいです。そうだね、はい、いや十分ですな。ベースでもやっぱり6発でしょうとかって言えなくなるよね。そうですね。どうしてもそういう何ですか、数字的なものもそうだし、こう先入観もあるじゃないですか、うん、感じてほしいっすね、うん、まあ、あとは本当に好み。僕初めてその718の GTS かな、うん、はちょっと正直驚きと、まあなんかうーんって感じは正直ありました、うんうん、だから今日改めて乗ってこれ人間のアップデート必要だなと思って、うんうんうん、完全なツーシーターじゃない。はい、おあリクライニングしない、リクライニングしないし、ちょっとここ後ろのスペース、はい、確かにちょっとスペースがあるとこうちょっとこうカバン置けたりとか。確かに、室内で物がほとんど置けないですね。2人乗っちゃうとね。確かにドアポケもちっちゃいですし、 お財布携帯ですらちょっとどこに置くのかなって感じですね、うん、ちょっとね本当に20センチぐらいこうちょっとね後ろに確かにスペースがあれば。そうですね、収納バツですね。いやもう黙って黙々と走りを楽しむ車です、まあ、車と対話するんだろうね、はい。確かにそうですね、全く物を置けないですね、うん、このだってセンターコンソールも決して広くはないですからね、うん、これしかないですからね。それじゃあ最後になりますけれども、買い取りはまだまだ。もちろんです、はい、もっともっと在庫欲しいので、あちょっとじゃあいくらなのっていう本当問い合わせだけでもいいのでぜひお声掛けください、よろしくお願いします。というわけで今回はポルシェ718ボクスターをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。